どうもテです。今日は夏アニメの主題歌で覚えたいものを、見ていきたいなと思います。ちょっとね、あの読みとかは定かじゃないんで間違っているところもあるかもしれないですけども、よろしくお願いします。でまずアイドルマスターシンデレラガールズエンディングの愛しいさ、5人で歌ってる、歌ですね。発売日は未定ですけども、発売したらぜひ聴いて、歌いたいなと思います。で次にアイランドのオープニング永遠の一つ、田村ゆかりさんが歌う歌、8月15日に発売ですね。お盆明けぐらいのオフかにもしかしたら、歌えればいいなと思います。きっとね動画作成されるの早いと思うんで、あのこの辺りはしっかりと、歌うことになるとは思います。で遊び遊ばせ、オープニングスリピス、エンディングインキャインパルス、8月22日にどちらも発売です。メインのキャラクターの3人が歌っているっていうことで、まあこれパート分けされてる、あのパート分けしてくるだろうなと思うんで、まあこれ3人で、ね、あの歌う、そういう歌になると思うんで、まあ自分が当然覚えないっていうことはありえない歌ですね。はい。で次さらっと見ていくと、異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術っていうのかな、エンディング7月25日に出ます。もうすぐですね。最悪な日でもあなたが好き、芹沢優さんが歌いますね。芹沢優さんすごい好きな声優なんで、覚えて歌えればいいなと思います。で次に見ていきますと、音楽少女のオープニング、永遠少年、小倉優衣さんが歌います。7月25日に発売なんでこれももうすぐです。ツイッターでもね、あのその情報をゲットしてますんで、はい、あの聞くのが待ち遠しいなと、フルで聞くのが待ち遠しいなと思っています。でエンディング、シャイニングピース、8月8日、これはね音楽少女全員で歌うみたいですけども、これもね当然あの覚えたいなと、いい歌だったので、あのアニメ版で聞いてますけども、いい歌なので覚えます。はい。カクリオの宿飯っていうんだっけ、これ俺見てないんですけど、8月1日に、中島めぐみさん、知らない気持ち、エンディング、これどうですかね、ちょっと、ま、聞いてみて、聞くのはいいんですけど歌うかどうかはちょっとまだ未定っていうところになるんじゃないかなと思います。次にね見ていくと、銀魂光照明論、チコウィズハニーマークス、8月8日発売です。チコウィズハニーマークス、まあチコの歌結構好きなんで、あのいい歌ですよね。銀魂のあのプライド革命とかも良かったですし、冬アニメでもね、ノスタルジックなんたらかんたらっていう、あのノイタミナのアニメの歌も良かったんで、まあこれもいいだろうなと期待しています。はい。次、殺戮の天使エンディングプレイ、7月25日に発売、これももうすぐだな、あの、まあ、一応聞ければ聞きたいなと、そういうふうに思います。で次、七星のスバルっていうの、これ9月26日発売、プチミレディ360度星のオーケストラ、これね SFI さんがパート分けしてくれると思うんで、当然歌うことになりますし、まあ発売されたらね、あのぜひデュエットで2人で
歌いたいなと思いますんで、誰かね、一緒に歌いましょう。でエンディング8月22日山崎エリーさんのスターライト、これもね、結構好きな声優さんなんで、覚えたいなと思います。はい、なんだかエビリの時から、ね、好きなんでね、キドちゃんとのユニットの時から好きなんで、はい、山崎エリーさん、はい、可愛いですしね、はい。シュタインズゲートゼロエンディングワールドライン8月29日発売、今井麻美さんが歌うんでね、ちょっとうまいっすよね、今井麻美さんうまいんで、自分が歌ったら本当クソみたいな歌になると思うんですけど、ぜひ聴きたいなと、待ち遠しいですね。少女歌劇レビュースターライト星のダイアローグ、スターライトくくぐみなんだ、全員で歌ってるやつですよね。これねもう発売してるんで、ちょっと今急いで聞こうかなと思う段階ですけども、まだ全く聞いていません。NUK さんもう動画作ったみたいなんで、すでに歌える、と思います。皆さんも速攻で覚えてほしいなと思います。エンディング続いてエンディング Fly Me to the Star、 これも8月1日なんでもうすぐですね。歌はね結構どっちもいい歌だなって思ったんで、アニメはちょっと静観視してる状態ですけど、注視してる段階ですけども、歌はどっちもいいかなと思いました。はい、次邪神ちゃんドロップキックのオープニング、あの子にドロップキック、7月25日、これも来週発売だ。邪神ガールズなんで、これもキャラクターで歌う歌ですね。どうなんですかね、 SYU さんあたり作るのかな。それだったらなんかパート分けしてきそうな雰囲気もありますけどね、ちょっと分かりやすい組み合わせなのかどうかっていう部分もありますから、定かではないですが、当然覚える歌になってきます。続いて篠原荘の管理人さんオープニング、ビタースウィートハーモニー、8月1日に発売されます。中島めぐみさんの歌です。これはねちょっとまだ何とも言えないんですよね。歌も実はちょっと把握してないんで、ただまあ声優さんが歌うっていうなら全部覚えたいんで、覚えたいので、エンディングもそんなの僕じゃない下地篠さん、が歌います。これも8月1日、やっぱ下地篠さんはねアイカツのあかりちゃんの役ですから、大好きな声優の一人ですし、本当にこれはね疑う余地はないと、そういうふうに思ってます。先住詩オープニングアンティキューメモリー8月22日発売、これも覚え、ブラウンベスシャルルビル、スプリングフィールドケンタッキーが歌うみたいですけど、どうなんですかね、まあ、ちょっとまだ全く歌聞いてませんから何とも言えないですが覚えたいなと。続いて千代ちゃんの通学路7月25日、これも早いですが Danger in my 通学路、そしてエンディング七色ロード、これは2人ですね。オープニングは3人で大空直美さん、小見川千秋さんがエンディング、そこにオープニングは本土楓さんが加わって3人で歌う。これはまあパート分けしてくるんだろうなと思うんで、これ SYU さんな気がする。
はい、パート分けぜひ一緒に歌いましょう。次、働く細胞、ミッション健康第一、8月22日発売、4人で歌います。女性2人だ、男性2人なんで、どういう組み合わせで、でも多分分けてくると思いますしね、まあ、どのパートでもねしっかり歌えるようにしておきたいなと思います。次、漫画タイムキララかの遥かなレシーブ、オープニングフライトゥーブルー、結城かなさんと宮下咲希さんがオープニング、8月22日発売。これは多分ねパート分けするな、あれですよ、 TAM さんですよ。これはねまあ絶対ですよね。もう Wish Me Look、 これも8月22日、その2人に、トーマス、その2人にね今度2人また加わって、という形なんで4人ですけども、どうなんですかね、どういう風な分かりやすい組み合わせだったらパート分けされてると思いますし、そうでないとすればまあねっていうところですけども、まあね、なエンディング確かに結構いい歌だったなっていう、沖縄県のアニメなんで舞台が、そういう雰囲気はありましたよね、オープニングもエンディングも。はい、でバキ、アニメのバキからリゾーブっていうの、これ7月25日、田所あずささん、まあねハードっぽい歌が続いていましたけども、まあ純真オールウェイズとかね聞いて、やっぱうまいっすよね田所あずささん。桐谷葵役を演じた時からずっと好きなんでね、アイカツのね時からずっと好きですから、当然ね見ていくと思います。で、まあ、ちょっと行くと、まあ、バンドリね、まあ、主題歌、これはちょっとねいろんな組み合わせがあるんですけども、8月22日発売、ピコットバビットガルパピコ、これ絶対覚えます、安心してください、絶対覚えますから。百連の覇王と制約の戦乙女っていうの全然把握できてない。ブライトウェイ、内田彩さんもう発売しています、7月18日、ちょっと急いで覚えないと。ラブライブの小鳥ちゃんからずっと好きです。世界中が恋する夜、7月25日発売、そのエンディング、これはプチミレディが歌うので、これも多分パート分けされてるんで、あおちゃんでもあやなさんでも絶対歌えるようにしてお、きますんで、皆さん一緒に歌いましょう。続いてプラネットウィズ、8月8日発売、レインボープラネット、淵上舞さんが歌います。ガルパンの時からずっと好きなんで覚えることにはなると思います。焼肉店戦国、戦国娘三人衆、焼肉食べたい、発売日は未定ですけども覚えます。で 続いて山のすすめ、地平線ストライド、青い日向楓ココナちゃん、全員で歌う歌ですけども、これはもう当然ね、はい、です。色違いの翼、これは青いと日向で歌います。まあこれどっちもねやっぱすごい豪華な声優ですし、パート分け TAM さんしてくれるんで、ぜひ覚えたいなと思います。はい、ちょっと第2弾に、行くかところの前にね、もう一個、夢王国と眠れる100人の王子様、シークレットドリームズ、鈴村健一さんと宮崎
優さん、8月29日発売。TAT さんがいないんでね、どうなるか分かんないですけど、誰か動画作ってくれればね、これ絶対歌うんで、あのそれを信じて待ってますんで、ちょっとはい期待してます。で続いて、ゆらぎそうのレーナさん、7月25日発売。これ3人で歌ってる、ハプン木枯らしに吹かれて、これ覚えますよ。はい。で続いて、ワンルーム、青空モーニンググローリー、真央さん、7月27日発売。2つ目3つ目、高橋理恵さんと水瀬いのりさん、8月24日9月14日、これも全部覚えます。よろしく。